生物学、生物生物の分類多毛類多毛類とは、関係動物モンタモーズナに属する動物の総称であるが、多系統群であることが分かっている。五海、茨ザシなどが含まれる非常に多様性の高い分類群である。一般には五海類と呼ばれることが多い。種数も非常に多く、基地の種だけで約8000種、この他にも大量に、 未記載種がいるものと考えられている。釣り絵としてよく知られているように、魚類、甲殻類、鳥類などの重要な餌である。また、低出の環境指標生物としても注目されている。熱帯から寒帯まで、超寒帯から深海に至る、全世界の海に生息し、寄水域にも多い。一部は淡水に生息し、少数の種が湿った土壌中から発見されている。 タモーズナの解剖図体は細長く柔らかい。体は前方より口前用移行節、多数の大切からなる道部と微節からなる。この内口前用移行節と微節は発生段階におけるトロコフォア養成時に対応する部分が形成され、その後に微節の直前で順次作られる道部の大切とは期限が異なるため、 真の大切ではないと考えられる。口善用と移行節の間の腹側に口が開口し、一般には後端の微節に肛門がある。口善用には感触種、副感触種と呼ばれる突起や目、首器官といった感覚器を持つ。定在性のものでは副感触種もしくはその他の部分が発達して広がったエラ状になり、ガス交換や捕食を行うものもある。逆に、 感覚器が退化した単純な形態の頭部を持つ者も,もある。移行節にはイボ足がない。口の形態は様々だが、引き込むことのできる糞を持つ場合がある。糞には一体もしくは複数体の鋭い顎を持つ者も,もある。それに続く頭部の大切には一体のイボ足を持つが、退化しているものもある。イボ足は、それぞれの大切の側面から突出する肉質の、 付属紙で、爪はないが、合毛束があり、これが運動に使われる。多くのものでは、ほぼ同様な外見のものが続いているが、低材性のものでは、体が明確に形態の異なる複数の部分に分かれるものも多い。背面は、滑らかなものが多いが、鱗虫類では鱗に覆われる。微節には一本から数本の鉱触種があるが、これを全く持たないものもある。一部に、 中性プランクトン生活をするものもあるが、大部分の種はベントスである。提出の利用方法により、一家のように分けられる。多くは、私有遺体で、体外受精を行うが、体内受精のものや、卵体制のものも知られる。その際、生殖群営という行動を示すものが知られる。それらにおいては、普段は、定性生活でありながら、生殖の際に多数個体が、 同時に海中に泳ぎ出て、そこで放乱放製を行うものである。誤解化やシリス化では、成熟の際に拷毛などの形が変わり、遊泳に適した姿となる。無性生殖を行う種も多く知られ、分裂や出芽などが見られる。乱活は、基本的には、螺旋乱活を行い、発生の初期にトロコファーの形をとる。トロコファーは、複数の専門官を持ち、 プランクトンとして生活する。専門間の間に、口、後端に肛門が開く。この形から、後方に大切が追加されるようにして、形が長くなり、生態の形に移行する。多毛類のうち、沿岸に生息する小型種の一部は、海釣りの餌としてポピュラーである。釣り方によって様々な種類が用いられる。長い間、五海類といえば、 釣り絵としてのみ利用されてきたが、2000年代に入ってから、誤解の血液中のヘモグロビンは、人のそれと比べ40倍もの酸素運搬能力を有していることが研究によって明らかにされた。これは、誤解は水中でのみ呼吸できるのにもかかわらず、干潮によって水がなくなった状態の砂浜で8時間以上生存できるということから判明したものである。また、 誤解のヘモグロビンは哺乳類とは異なり、赤血球中に存在しておらず、血中にそのまま溶け込んでいるため、人のヘモグロビンとして代替でき、しかも血液型も問わず使用できる。降りたサキシニアイワムシマーファッササ,サングイネアイワイソメ、ホンムシ、マムシ、エムシとも呼ばれるアーニコラ、マリナタモウツナは1 9六十年代頃までは、固着性の低剤メセデンタリアと自由生活をするゆ 在名アンティアの二目に分類されていたが、この分類法は、従来から人為的な側面が強いと指摘されていた。その後、後期の形状、合毛や、イボ足の構造などから、スコリーサイダコナラパルッポターア,アラダの三群に分ける分類が提唱されたが、分子系統解析によって、これらも多系統群であることが分かっている。現在、 かつてのセデンタリアエアンティアの二群に分ける分類法に、系統解析により得られたデータによる修正を加えた分類が提案されている。関係動物門のうち、スイクチムシは独立したスイクチムシズナとされてきたが、寄生生活によって特殊化が進んだ多毛類であるということが明らかになり、多毛綱スイクチムシ目とされている。昔語界類は原始的特徴を残した。 関係動物であるとして、原始間虫類とされたこともあるが、むしろ幼形成熟に由来するものと考えられるようになり、これも多毛類に含められた。このような変遷の結果、多毛綱は関係動物門の規定に位置する側系統群であり、品母砂、ヒル砂も多毛綱の内部系統として含まれることが明らかになっている。また、星口動物門、 ユムシ動物門、ユウヒゲ動物門は、以前より、タモ類との類縁性が指摘されていたが、初期発生、形質の分岐分類学的解析、EF-1α タンパク質のアミノ酸配列、遺伝子配列、ミトコンドリアの28スドナなどの多面的な比較から、従来考えられていた以上に一部のタモ類に、禁煙であることが判明している。このため、 これらの動物をタモーズナに含めることも多い。以下に、海分類群を示す。ありがとうございます。